今日は新型ステップワゴンスパーダ EHV の車体の変化点についてご紹介をしていきます。下にカメラを潜らせてみて、先代との変化点について見ていきます。バンパーのアンダーカウルですが、ここは完全に変わっています。ジャッキアップポイントの部分も変わっているのがわかるかと思います。こちら今度速報になるんですけれども、ここケインフックのところ、ここについては場所は変わっていません。それから今エンジンの下アンダーのところなんですが、フロントパイプがまず太くなっています。レイアウトは変わらないので、そのまま曲げようとすると、パイプ自体に残余応力がかかることになるので、蛇腹管を用いて逃がしていると考えられます。足回りなんですけれど、ロアアームは全く同じものが使われています。左側方の IPU がある場所になるんですが、ここに関しては大きく変わっていないかと思います。若干の変更はありますが、練炭についても仕様は大きく変わっておりません。リア周りですけれども、一番気にされているところとして、パフォーマンスダンパーが付いていないということがお分かりいただけるかと思います。リアオーバーハングのフロアになりますけれども、ここは形状は基本的には変わっていないんですが、オーバーハング部のところが少し改修されているのがわかるかと思います。もう一度 IPU が積まれている後ろから前見ていきたいと思うんですけれども、見ていただくと大きくレイアウトが変更されていないのがお分かりいただけるのではないかと思います。左側の足回り、サブフレーム周りも特に仕様の変更はなされていないのがお分かりいただけるかと思います。フロントバンパーのオーバーハング部に関しては全く新設計になっています。ストレーキがなくなっているのと、かつサイドのストレーキはついているんですけれども、ストレーキの前の部分の開口部が新たに追加されているのが変化点になっています。続いて中間パイプ、排気系ですけれども、レイアウト形状は大きく変わらないんですけれども、フロントパイプと同様で、パイプの径が少し太くなっているのではないかと思われます。今、右下回りを見ているんですけれども、やはり中間のパイプ見ていただくと少しごつくなっているのがわかります。中間フィニッシャーのフランジも3点止めに変わっています。マフラー自体のレイアウト形状は大きく変わっていないかと思います。先ほどの中間フィニッシャーの接合部3点止めになっています。ここはおそらくパイプが太くなって排圧が抜けないようにということで対策しているんだと思います。このように見ていただくと、中間から後ろのパイプも径が太くなっているのがお分かりいただけるのではないかと思います。右後ろから見ましても、足回り、サブフレームの変更はなされていないのではないかと思われます。フロントサスペンションの形式はストラットで仕様としては変わらないと思うんですけれども、ダンパーの部品番号が PAD から 3T2 に変わっています。左前の足回りですが、上から見ましてもアームの形状自体は変わっていないのがお分かりいただけるのではないかと思います。足回りで大きく変わったところが、ナックルがアルミから鋳鉄に戻ったということになります。おそらくはトレッドが少し広がったということもあって、ナックルが少し作り変えられているのではないかと思われます。ガソリンで使われている鋳鉄のナックルになっているので、ユニット式から圧入式に戻ったということになっているんで、少し転がり抵抗としても増えている方向になっています。
リアサスペンションはトーションビームで、仕様そのものは変わっていないと思うんですけれども、ダンパーの部品番号が TAD から 3T2 に変わっているので、新型ステップワゴン専用のサスペンションに変更されていると考えられます。ってことで、今回新型ステップワゴン、下回りから見た時の車体の変化点見てきたんですけれども、もう一度まとめてみたいと思うんですが、エンジンに関しては変わっていると。こちらは別動画の方でも公開しておりますので、そちらを見ていただければと思うんですけれども、エンジン自体の熱効率アップということもあって、排気管自体が少し太くなっている。変更されているというのが今回見て、はっきりとしたところになるのではないかなというのがまず一つあります。もう一つは、車自体の車体が大きくなった。前幅がワイド化されたということによって、足回りがどうなったのか、すごく気になったところではあったんですけれども、足回り自体は変わらないということになります。ですけれども、ナックルが変わったということで、今回、アルミから鋳鉄、ガソリンで使っているものをそのまま使っているわけではないとは思っていて、ナックル自体も少し変更がなされていて、トレッドをアップしているのではないかということが考えられます。車体自体の設計はそのままなんですけれども、フロントのオーバーハング、リアのオーバーハング、その辺のところの作り替えというのが少しされているというのが、今回のステップワゴンの骨格なのではないかなということが少し見えてきたのではないかと思います。当チャンネルでは車用品、カー用品、レビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価いただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。